北朝鮮がきのう未明に弾道ミサイル2発を発射したことについて小野寺防衛大臣は韓国に対する威圧だという見方を示しました韓国との国境から2 0キロぐらいという非常に近いところからの発射ということですのでこれはあの韓国に対してのかなり威圧的な今回の発射じゃないかなと私どもは見ております小野寺大臣はさらに 今年5回目と高い頻度でミサイルが発射されていることについて発射する場所を移動しさまざまな時間で発射していると指摘しかなり実践的な訓練をしているという見方を示しましたその上でこのようなことは決して北朝鮮のためにならないと述べ拉致問題だけでなく核やミサイルの問題も解決するようけん制しました